やっとユーザー登録が終わったな。あと安彦のやつもう待ってるだろうな。先に新しいメール来たな。俺だよ俺、剣士のオルカ。はあ、イメージ違うな。これが安彦とは。だからここではオルカなの。ま、リアルではともかくここじゃちょっとしたもんなんだぜ。なんだよ。いや、いいかも。とりあえずこれメンバーアドレスって簡易メールを使えばザ・ワールドでプレイしている限り瞬時にメッセージを。まあゲームを開始した。んじゃ試し、まず最初に3メニューの中からパーティーを選択してくれ。次はここに今までパーティーにまだ始めんじゃ丸ボタンを2回押して開ん来た。ほら画面下に俺の PC が表示されただろ。それがパーティー登録した。ちなみにあとみんな自分いつも同じだからま一人でプレイ。さてこれがカオスゲん？ザ・ワールドでは冒険の舞台をエリ新しく入力を選んでくれ。これがワード入力画面だ。一ここにワード入力ワードのストック。さて実際にワードを入力してみようか。ストックの中からよし次は B パートだ。最後は C パート、壁のを選んで。よしこれで。あそうそう、それはこのマークは。ちなみにフィールドタイプとかあれは現在選んでいるワードが。例えばこれは実際一度す。まあよ転送冒険。このゲームでは素早く後です。つまりそれじゃ最初にカメラの回転だ。 L1 ボタンか R1 ボタンを押してカメラを動かしてみな。そうだ、じゃあズームインとズームアウトは右スティックの上下で行える。さあやってみてくれ。
じゃあ最後はカメラのリセット操作だ。 R、 それさて、タウンに戻るときはフィールド、このフィールド、例えばこの属性ってやつは、ま、さあ冒険、下向きのダン、このただし、よし、妖精のオーブってアイマップの中に、よし、基本的な、しな、さあ、とりあえず先、三角ボタンを押してメニューを開き、よし、それじゃあ一覧の中からリプスを選んでくれ。ターゲット選択の、そうそう、回復打ち、さっきスキル、さ、今度、そうだ、よし、じゃあ次にメニューの、どうだ、このあた、さて、実、さあ、いよいよダンジョン、ゲートアウト、せ、これが宝箱、気をつけて、んで、こっちが危険、こんなと、ほら、気をつけろ、閉じ込められたぞ、ダンジョン脱出する、さあ、you
ここがアイテム心臓部屋。アイテム心臓はここまで。これと今はもやすひこはどうしてあんなに慌てたの？一体何があったのか。確かそしてすぐに。でもそれにしたってその鍵は